クライスラー。クライスラーは、アメリカ合衆国ミシュガン州オーバーアンヒルズに本社を置く自動車メーカーフカ USLLC の自動車ブランドの一つである。フカ USLLC は、イギリスロンドンに本社を置く持ち株会社であるフィアットクライスラーオートモービルズ、フカの子会社。クライスラーの歴史は、1925年に、ウォルター・クライスラーが設立したクライスラーコーポレーション。 クライスラーコーポレーションから始まった。クライスラーは、例年、自動車産業のビッグスリーと称賛されたが、アメリカの金融危機を発端とした世界的な不況の影響から2009年4月30日に、連邦倒産法第11章の適用申請を行うに至る。同年6月10日、法的手続きが完了。約1ヶ月というスピードで再建した。現在では、 フィアットの参加に入っている。1925年6月6日に、ウォルター・クライスラーが前年に発表した6、気筒エンジン自動車、クライスラー6を製造販売する会社として、当時のマックス・ワイル・チャーマーズ両社を統合の上に設立した。その後、1928年に、プリムスと上級車種を要する鉄ーとブランドを設立。 翌1929年には、ダッチブラザーズ社を買収して、ラインナップを充実させ、GM とフォードに次ぐアメリカのビッグ3の一つに成長する。またこの頃より、ヨーロッパや日本への輸出を積極的に行い、その販路を拡大した。設立後より、フレデリック・ジーダー、フレデリック・ジーダーらの有能な技術者を要し、クライスラーは技術面で、 GM やフォードに先んじた姿勢をとっていた。超高級車のデューセンバーグ以外に洗礼がなく、量産車では最初となった4輪、油圧ブレーキシステム導入をはじめ、車体メーカーのバットとの協力による木骨を使わない、全構成ボディ採用、フローティングパワーと呼ばれる、新方式のエンジンマウント、一般には、フローティングマウントと呼ばれる、エンジン位置を従前より、 全身配置させて直進性を高めるアンダーステア型重量配分、油圧式、パワーステアリングなど、1920年代後期から1950年代までに、クライスラーが他社に先駆けて導入、実現した重要な新技術は非常に多く、これに多くのメーカーが追随している。その自負のも1930年代初頭には、先進技術、 前傾型重量配分、スケルトン構造ボディと流線型の斬新なデザインを合わせた新型車を導入したが、これはデザインが先進的すぎたために市場に受け入れられず、商業的には成功できなかった。しかしこれ以降、アメリカやヨーロッパ、日本では流線型のデザインが主流となっていく。なお、エアフローはパワーステアリングを初めて導入している。 1930年代には、戦車やウェポンキャリアなど、軍用車両の製造にも進出した。以後、軍用車部門は、同社の収益の多くを上げる、重要部門に成長し、アメリカも1941年12月より参戦した、第二次世界大戦は、戦争特需で同社の経営の安定に大いに、貢献した。また、 第二次世界大戦中は一般向けの乗用車の開発が中止され、新車の販売も極度に制限されたものの、終戦後の1940年代後半は、機関兵による特需で乗用車の売り上げを伸ばした上に、1950年に勃発した朝鮮戦争による特需で、再び軍用車部門の売り上げが増えることとなった。1950年代にヘミエンジンと呼ばれる、 高性能エンジンを導入し、ナスカーなどのアメリカ国内のモータースポーツに積極的に参加。マッスルカーの流行につれ、これらの車は、モパー、モーパーの愛称で親しまれ、クライスラーブランドの高性能なイメージを市場に植え付けることに成功した。さらに、ボディデザインについても従前は、買いモデルのダッチやプリムスとパネル共用された堅実志向であったところ、 1955年以降は自社デザインチーフのバージルエクスナーの主導による理由なデザインが積極採用されるようになり従前アメリカ自動車業界のデザイントレンドを主導してきた GM にも影響を与えるほどにスタイリッシュなモデルを続々と投入した。またこの頃はアメリカ経済が絶頂期にあり年々販売台数が伸びていたことや 輸入車との販売競争もほとんど存在しなかったも、あり、テールフィンがつき、高馬力エンジンを積んだ利幅の大きい大型車、フルサイズが人気を博し、高性能な大型車が得意なクライスラーにとっての絶頂期でもあった。この頃、クライスラーを率いていたリンタウンゼンド、リンタウンゼンドの下で1960年代はじめには、まずスペインの商業車、メーカー、 バレーロスの経験を掌握、続いて1963年にフランスのシム化を強硬な資本介入で乗っ取り、さらに1967年にはイギリスのルーツグループを買収し、これら3社をクライスラーヨーロッパとして組織し、フルラインナップでの展開を行った、これらは1981年に PSA プジョーシトロエンへ売却。これらに先立つ1960年には、 オーストラリアに生産拠点を設けた。後に、日本の三菱自動車に売却ほか、すでに現地で生産を行っていたシムカの設備を利用して、ブラジルでもトラックを含むフルランナップの生産を開始するなど、1980年にドイツのホルクスワーゲンに売却、本格的な世界進出を開始した。しかし、これらは、負け組連合と称されたような各国の、 弱小メーカーの寄せ集め的な買収の繰り返しであり、吸収合併による合理化やスケールメリットすらもたらすことのないありさまであった。さらに高級志向で展開していたデソートはインペリアルと競合するなど、フルラインナップを目指すあまり社内ブランドの乱立により、販路が混迷に陥っていた。そのため、デソートは1960年11月に終了した。 また、日本やドイツの子が他社との競争が激化するにも、かかわらず、当時アメリカ国内で行われた無理な生産拡大が、結果的に、品質低下と販売不振による過剰在庫、リコールの多発をもたらした。さらに1979年に起きた、イラン革命以降の第二次石油危機と、その後の石油価格の上昇を受けた、アメリカ国内における、日本車の急激なシェア拡大。 それに、反比例した利幅の大きい大型車の販売不振を誘致をかけた結果、1970年代後半には深刻な経営危機となり、運営資金が枯渇する状況に陥った。経営危機の真っただ中の1978年に、フォードモーターの社長を務めていたものの、同社会長のフォード二世との対立から同年に、解雇の浮き目にあっていたリーアイア国家が、 新たに社長に就した。1979年にアイア国家は連邦政府と議会からストックオプションと引き換えに15億ドルのローン保証を得ることに成功した。しかし、アイア国家の就任直後に運営資金が底をついたことから第二次世界大戦以前より同社の収益の大きな柱であった軍需産業部門の売却を余儀なくされたほか、 大規模な人員削減を行うなど苦難の時を迎えることとなった。しかし、アイア国家の就任後より開発を進め、1980年に早くも発売を開始した小型車シリーズの導入と全リンク動化や全ラインナップにわたる小型化の推進、1984年のミニバンの発売、肥大化した組織の見直し、海外拠点や子会社を含む、 不採算部門の売却や閉鎖などの大々的な改革を行った結果、1980年代半ばには、数年前までは倒産寸前だった同社を完全に立て直すことに成功し、1987年には黒字化を達成した。1987年にはアイア国家の支持のもと、当時フランスのルノー参下でジープブランドを所有する。 アメリカ第4位の自動車会社であるアメリカンモーターズ、ANC を買収したが、当時、ルノーのバッジエンジニアリング社を中心に展開していた ANC が深刻な販売不振に陥っていたこともあり、シェアにおいてはビッグサンの他2社を上回ることはできなかった。しかし、同社の販売網を組み込むことで、アメリカ国内の販売力が拡充した上、ジープチェロキー、二代目、 XJ が予想外のヒットとなるなど、同社が展開していたジープブランドの各社は、その後クライスラーに大きな売り上げをもたらすことになる。ANC 買収に先立つ1985年には、三菱自動車と提携し、ダイヤモンドスターモータース DSM を設立した。1988年から、イリノイ州に建設した工場で共同生産を開始し、 イーグルブランドなどで発売された。また、三菱自動車が日本で生産した小型車を、クライスラーやダジ、イーグルのブランドで販売した。その後、イタリア系のアイア国家の指示のもとで、アイア国家の友人で、アルゼンチン系イタリア人のアレッサンドロ・デ・トマソが、経営するイタリアの高級車メーカーマセラキとも、提携し、1988年には、 共同開発した高級ニシーター車、TC を少数生産した。また、同時期には、イタリアの高級自動車メーカーであるランボルギーニを買収した。1990年代には、オーストリアのシュタイアプフ、現、マグナシュタイアがチェロキーとグランドチェロキー、2代目、WJ 以降の生産を開始し、再びヨーロッパ市場に進出した。 ギャランシグマやエテルナシグマ、デボネアなどの中型車に搭載していたサイクロン V6 を供給した。その後1992年にアイア国家は引退したものの1994年には三菱自動車などとの提携から学んだ小型車開発のノウハウを活かして最低価格が1万ドルを切る安価な小型車ネオンを開発し台を呼んだ。同社はその後 日本車キラーと呼ばれ、アメリカ市場で人気を博した。1998年に、ドイツのダイムラー・ベンツと合併して、ダイムラー・クライスラー AG となった。この合併は、表向きには、対等合併とされたが、事実上ダイムラーによる買収であった。合併後、ダイムラー・ベンツ側と、クライスラー側の双方が好業席を挙げたのは初年度、だけで、 以後はどちらかが不審に陥っている。クライスラーグループに関しては一時、PT クルーザーや 300C などの予想外の好調な販売に助けられた時期があったものの、中、大型車中心のラインアップが災いし、またイラク戦争後の深刻な原油高の影響で、再び業績低迷に陥った。2006年決算では、営業損益の赤字が11億1800万ユーロ。 約1770億円に達した。2007年5月、ダイムラー・クライスラーは、クライスラー部門、クライスラー、ダッジ、ジープ、ラムトラックスを新しく設立した持ち株会社、クライスラー LLC の参加に分離し、新会社の株式の80.1%を55億ユーロ、約9000億円で、アメリカの投資会社、サワベラス・キャピタル・マネジメントに売却した。 これにより、約9年にわたるダイムラーとクライスラーの協業体制解消されることとなった。なおダイムラーベンツは新たにダイムラーへと社名を変更する。2008年に世界金融危機が本格化すると、クライスラーの資金繰りは完全に行き詰まるようになった。アメリカ政府は、クライスラーの倒産を防ぐために、つなぎ融資として40億ドルを提供した。アメリカ政府は、 さらなる追加融資の条件として、クライスラー経営陣や全米自動車労働組合、UAW に4月末という時期を区切って、提携相手候補のイタリアの自動車製造大手のフィアットやャダ団との間で、債務、レガシーコストなど、削減の交渉をまとめるように通告した。倒産直前の2009年4月末、ダイムラーは残りの株の全持ち分を サーベラスに売却した。最後の数日間の間に、アメリカ政府はさらに追加融資として5億ドルを提供した。クライスラー経営人全米自動車労働組合、UAW、フィアット再債権社団などの間で、有担保債務、工場や不動産等を69億ドルの圧縮、医療保険基金への支払い義務の106億ドル削減などの、こうが続けられたが、 債権者団のうち少数の中堅ヘッジファンドなどが最後まで条件を受け入れなかったため交渉は時間切れとなった。その中でクライスラーとフィアットの提携交渉はまとまった。アメリカ時間2009年4月30日、クライスラーは連邦倒産法第11章の適用をニューヨーク市のニューヨーク州南部地区連邦倒産裁判所に申請した。破産法手続きにより、 大株主、サーベラスが保有する株式は事実上執行し、新たな持ち株比率は、全米自動車労働組合、ウアーが55%、フィアットが20%、アメリカ政府が8%、カナダ政府が2%となった。フィアットは、将来的に持ち株比率を35%まで引き上げることが可能で、さらに、アメリカ政府から受けた公的資金を完済すれば、 発行済み株式の最大51%を取得して子会社化できる条項も盛り込まれた。クライスラーのナルデリ最高経営責任者、CEO は1ヶ月2ヶ月後の法的、手続き終了時に辞任し、新たに政府と UAW から6人、フィアットから3人の総勢9人で構成される取締役会が申請クライラーの経営を指揮する。新生クライスラーは、 アメリカとカナダ両政府から総額100億ドル、約1兆円余りの公的資金と、フィアットから小型社開発などの技術支援と経営、開発面での人材資を得て、経営再建を目指す。また、5月4日までに、アメリカ国内22カ所全ての工場で当面、創業を停止すると発表。6月9日、アメリカ連邦最高裁判所が一部再建者による、 クライスラー資産売却の差し止め請求を却下。この決定により、翌10日には新会社への資産売却が完了し、再建手続きが終了した。申請、クライスラーの CEO には、フィアット CEO のセルジオ・マルキオンネガ、会長には、ボーデン・ケミカルズ会長、デュラセル・インターナショナル会長などを歴任し、現モルガン・スタン・レイ社外取締役である、ロバート・キダーが就任した。 フィアットが株式保有率を58.5%にまで引き上げていたが、2014年1月、フィアットは全米自動車労働組合 UAW の医療保険基金が持っていた残りのクライスラーの株41.5%を買い取り、クライスラーを完全子会社化すると発表した。その後、同年10月12日に合併し、フィアットクライスラーオートモービルズ負荷が誕生。 翌13日にニューヨーク証券取引所での取引を開始した。生産においては1970年に三菱重工業との合弁により三菱自動車工業を設立。合弁契約は1985年に合意の上、解約、クライスラーの出資分の大部分は三菱重工業が買収し、資本提携に転じた三菱自動車工業はその後上場。 1993年に三菱自動車工業との資本提携を解消し、日本での生産からは完全に撤退した。販売においては、1920年代より日本への輸入が開始され、第二次世界大戦前までは、発愁自動車が輸入するクライスラーやデッソートが上流階級や富裕層に安全自動車が輸入したダッジや、 やはり屋島が扱ったプリムスがタクシーなどに愛用されていた。その後は国際工業やアザブ自動車等を、いくつかのインポーターの変遷を経て1988年、セゾングループ、当時の大沢商会との共同出資で日本法人、クライスラージャパンセールスが設立された。1990年には、ホンダ技研工業と販売提携を結び、ホンダ販売店にて、 ジープ車の販売を始めた1997年に提携終了。1990年代の輸入車ブームになると日本でのビジネスにいよいよ本腰を入れ始めた。1995年、クライスラーがセゾングループ側の出資株をすべて買い取り、西部自動車販売を吸収合併、クライスラー100%出資の新生クライスラージャパンセールスとして再スタート。 独自での日本販売網を構築した。また、ビッグスリーの中で最も右ハンドル車の販売に積極的であり、現在日本で販売されている車種の多くが、右ハンドルのみの設定となっている。ダイムラークライスラー誕生に伴い、1999年には、メルセデス・ベンツ日本、MBJ と合併、ダイムラークライスラー日本、DCJ となり、2007年には、 ダッチブランドの展開を開始した。2007年にダイムラーとクライスラーとの協業解消に伴い、同年11月1日に DCJ は MBJ として元の社名に戻り、その子会社としてクライスラーダッチジープブランドを取り扱うクライスラー日本 CJ として新たに発足の運びとなった。MBJ は早い段階で CJ の資本から撤退する方向であったが、 その後は、リーマンショックにより親会社であるダイムラーの経営が悪化し、そして、クライスラー自身の経営破綻による混乱で思う通りにまなかった。経営破綻後はそれまであった。直営店がすべて廃止された。なお、一部の店舗は販売会社に買い取られ現在も営業しているが、買い手がつかなかった店舗は廃止されている。そして、2012年7月1日に、 フィアットグループオートモービルズジャパンとの業務統合により、フィアットクライスラージャパン FCJ が発足し、約5年にわたる MBJ の子会社としての歴史に幕を閉じた。なお、フィアットクライスラージャパンは法人名称ではなく、登記場は当時別々に存続していたフィアットグループオートモービルズジャパンとクライスラー日本を一括した故障である。 FCJ 発足まで長くクライスラーブランドの車種が投入されなかったため回転休業状態が続いたが、2012年11月に久々の新車種として新型300とランチアからの OEM であるイプシロンが発表された。しかしイプシロンは2014年に販売を終了した。2015年1月1日、これまでのフィアットクライスラージャパンの両方人格である。 フィアットグループオートモービルズジャパンとクライスラー日本を統合させ、社名を、フカジャパン株式会社、フカジャパン LTD 略称 F シャーチに変更した。フカグループ内でジープをグローバルブランドに位置づけて世界販売を強化する方針が決まり、日本でもジープブランドに販売リソースを集中させるため、2016年4月1日、全国の クライスラージープ店の名称をジープ、地名に変更。同年10月よりジープを基準とした新 CI による統一店舗デザインが導入された。店舗変更以降も、クライスラー社の併売体制を維持し、クライスラー 300S を販売していたが、2017年の年末頃より公式 HP から 300S の商品、紹介項目が消滅しており、事実上の販売終了となっている。 2018年2月現在、クライスラーブランドの日本国内販売について、公式発表はされていないが、アフターサービスは、ジープ販売網が行うこととなっている。2016年現在クライスラーは、クライスラー、ジープ、ダッチ、ラムの自動車4ブランドに、部品とカーアクセサリーブランドの、モパーの、敬5ブランドを用している。5ブランドは、社内組織として独立しており、 それぞれに社長兼 CEO が配置されている。なお、クライスラーはミニバンやセダンを高級車仕様に対応できる乗用車を揃えたブランド。また、ジープは四輪駆動車の代名詞となるほど有名なブランドで様々なバリエーションの SUV を展開する。ダッジは個性的なセダンやミニバンのラインアップも有する。ダッジから切り離されたラムでは クライスラーの売り上げの原動力となってきたピックアップトラックが主力となっている。現在発売されている車種、過去に発売されていた車種、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。